韓国人旦那が作るゴリュンオチョリム、韓国で人気の魚料理。大根を 1.5 センチ幅に切ったら十字に切れ目を入れてね。玉ねぎ、白ネギは白い部分はみじん切り、残りは斜め切りにするよ。サバは背びれと胸びれを切っておくと食べやすいよ。切り込みも忘れずに。フライパンに大根を並べて水を入れたら下茹でしとくよ。醤油、白ネギ、砂糖、お酒、粉唐辛子、ニンニク、梅シロップ、生姜を入れたら混ぜてね。うまっ。大根が透明になったらサバをのせるよ。煮崩れ防止タレをかけたら玉ねぎ、白ネギをのせて蓋をしてね。沸騰したら味が染み込むように煮汁をかけるよ。中火で煮込んで汁がこれくらいになれば OK。 お皿に盛り付けたらゴドゥンオチョリムの出来上がり。